さんこんにちは、 DJ のウクレレ講座です。今回のウクレレ講座は人工ハーモニクス、出す時にちゃんと押さえてますかというお話をさせていただきたいと思います。人工ハーモニクス、ウクレレソロで使ったりするんですが、出ない、音が出ないという方、もう一度見直してください。人工ハーモニクスというのは、押さえてるところから12フレット上で音を出すものなんですね。押さえてるところから12フレット上ですよ。人工ハーモニクスで3弦の14フレットで音を出すという時に、皆さんどうしてますか？まあ、ちなみにこれ12フレットまでしか、フレットがないウクレレなんですけど、12フレットしかなければその上に13、14で大体自分のイメージで、していただければどこでも音は出るんですけども、ただ14フレットあたり3弦出ないですね。はい、押さえてますか？左手です。12フレット下を押さえないとダメなんですね。14フレットで出す場合は2フレットを押さえとかないと出ないんです。はい、これ14フレットで出したいのにどこも押さえてないとこれは出ません。はい、14フレット引く12、2フレットを押さえます。例えば16フレットで出すという場合は16引く12、4ですね。4フレットを押さえてこうです。はい、わかりましたでしょうか。タブ譜上には4フレット押さえて、16フレットで鳴らしますとは書いてないです。ひし形で16って書いてるだけなんですけど、そこには16引く12の4フレットを押さえるということが書いてないですが入ってます。はい、これが人工ハーモニクスなんです。人工ハーモニクスが鳴らなかったという方、ちゃんと押さえてますか？改めて確認してくださいというところが今回の動画のお話でした。はい、BJ のウクレレ講座、また別のお話でお会いしましょう。さようなら。目を閉じて星空を見ることはできないだから、今は瞬きももったいないと思う。ランタンの明かりに来る夜、音がない今、僕は忘れない。いつも